え始めた時からね、巨食で。最近ではね、小松菜、それと、リクガメフード。これはね、毎日、こちらからね、手を差し出して、与えるような形で、あげてるんですよ。それで、半年経って、まあ、やっと、大きくなって、健康体ではありそうですが、ただどうしてもね、自分から進んで食べない、イグアナ個体なのでね、バリエーションをね、食べることが難しいんですよ。こちらから与えないとね。それで前からね、何度かチャレンジはしていたんですけれども、やはり野草であり、いろいろな、まあ、果物であり、バリエーションを与えたいんですが、なかなか食べてくれません。そこでね、第1弾として、前回動画を投稿したのが、野草を取ってきて、それを与えるという動画を撮ったんですけども、なかなか手強い。まあ、小松菜と、リクガメフードは食べてくれるんですけどね。その他のものがなかなか食べてくれません。そこで今日は第2弾。野草を食べさせる。野草を与えるということで、ちょっと手を変え、品を変え、野草のね、団子を作ることにしました。今日はその動画です。まずはね、用意した野草がね、前回と同様、タンポポの葉っぱ、それに大箱、それとヤブガラシ。で、これをね、細かく刻んで、まな板と包丁を使って、そしてね、それに、レップカルのリクガメフードを水で溶いたものと混ぜて団子を作ろうかと思ってるんですよ。まずはね、それを試みてみようと思います。と、まあ、こんな感じで、みじん切りにした野草なんですね。それでね、これをね、リクガメフードと混ぜて、リクガメフードもちゃんと水で溶いて、というか水をかけて柔らかくして、それにこれをね、まぶせてというか混ぜて団子を作ろうとします。ところがね、実際にやってみたんですけども、なかなかね、リクガメフードもね、意外とね、さっぱりしてんですよ。ネバネバしてなくて、うまくいきません。そこでね、もう一ひねり、登場するのが、これです。すり鉢と、すり棒です。これをね、なぜ思いついたかというと、最初の頃の動画で撮った、ジューサーで、野菜をね、作ったんですけども、その時にね、ジューサーの前にね、まずね、このすり鉢とすり棒を使ってやってみたんですよ。そしたらなかなかね、あの頃は食べてくれなかったんだけど、これをね、これを使えば逆に野菜だったら少しは包丁で切るよりは細かく、というか、ベタベタ状になるでしょ。そうするとね、レップカルのリクガメフードとうまく混ぜて団子ができるんじゃないかと思ったわけです。そこでこうなりました。すり鉢の中にリクガメフードをこのように入れて、またゴキゴキすりおろしました。するとね、完全に混ざるわけです。そして、これをね、スプーンでお皿に取ると、このようにベタベタ状のものが出来上がります。ここにはすでにリクガメフードが混ざっております。
そしてこれを手で丸めるとこんな感じ。これはね、一番今食べやすいぐらいの大きさにしました。なんかね、これだけ見るとね、これだけ見るとですよ、もう完全にグリーンイグアナのね、うんちですね。完全に色がね、うまくできてますね。やっぱりリクガメフードはね、ちゃんと綺麗な色になってます。しかし、野草とリクガメフードを混ぜると、やはり野草の色が勝って、こんなになります。で、まあ少しだけね、こんな感じで、野草を吸ったものは残しておいて、とりあえず食べるかどうかをね、まずテストしないといけないので、さて、これから食べるシーンになりますよ。はい、いつものように食べる体勢でスタンバイします。これ見た目はね、まあ色はともかく、見た目はいつものリクガメフードをいくつかまとめて固めたのと全く同じなので、それでもね、あんまり見ないんですけどね、この子はね。でも雰囲気はそんな感じですので、違和感はないと思います。ただ匂いがね、どんな感じの匂いを嗅ぎ取ってるかわかりません。最初のうちはやっぱしね、何度こういう風に与えてもね、落としますね。もう全然ね、まあ、いつもと同じなんですけどね。結局、食べるときは食べるし、食べないときは食べないからね。いつものことで、持久戦で、かれこれ、この、録画はね、10分ぐらい撮ったかな。でもね、ようやくね、少しずつ、馴染んできたというか、まあこんな感じでね、ちょっと口に無理やり突っ込むようなことになってしまうんですけどね、いつものこって。だけどね、食べます。これはね、相当なね、野草の分量が入ってます。これをね、全部口に入れて食べさそうと思ったら、とてつもなく時間がかかるのと、最終的にはそんなに量は食べてくれません。葉っぱのまんまですとね。しかし、このように、リクガメフードと同じような形態にして、ペーストにして固めたものであれば、食べました。リクガメフードと全く同じように、態度としては食べてくれてます。そして全然ね、特に嫌な顔もしないから、どうでしょう。匂いを嗅いだんですよ、僕自身で。そしたらね、リクガメフードの、ちょっと何とも言えない匂いがあるんですけどね。ただね、甘みのある匂いがするんですね。それで、それと、ちょうどね、野草が混ざった匂い。野草といってもいろいろと混ぜてしまえば、これ今、食べてくれたから拍手してます。野草というよりもいろんな野草が混ざってしまうと、結局ね、葉っぱの匂いなんですよ。それでね、リクガメフードと混ざると、これがね、不思議とね、お茶の葉の匂いがするんですね。例えば、ちょっと甘みを帯びた匂いが混ざってくるので、抹茶アイスに近い、抹茶アイスとはちょっと違うんだけども、抹茶アイスに近い匂いがします。だからおそらく、イグアナにとってもそんなに特別嫌な匂いではないではないでしょうか。僕の指にこうやって右手をね、乗せてリラックスした状態で食べてくれてます。これはね、いいかも。作るのはちょっと大変。30分ぐらいはかかるかもしれない。だからね、少し多めにね、何日か分はね、取り置きできると思うんで、多めに作っとけばいいかなと思ってます。これだとね、全
全く損傷なく食べて、なおかつ、リクガメフードプラス、要するにイグアナフードプラス、野草が混ざった野草団子として、十分いい雰囲気。今までだとね、おそらく、まあ、ちゃんとコンスタントに食べてくれるのがね、小松菜だけだったんですよ。で、それプラスアルファで、これを与えることによって、で、日々ね、例えば別に野菜でもいいし、それから野草をね、新しくまた違う種類取ってきてもいいし、何だから食べないだろうかとかね、そんな感じの悩みはなくなりますね。ペーストにしちゃえば。ペーストにさえしちゃえば、栄養のあるもの、たまに食べさせたいものとか、バリエーションをね、とにかく多く食べさせるためには、これすごくいいかもしれない。まさにあれですよ。青汁。青汁みたいなもんですよ。最近の青汁はなんか、美味しい青汁もね、出回ってるみたいって言うじゃないですか。僕はあんまりああいうの飲まないんですけどね。だけどね、青汁がもし栄養があるのであれば、これも同じこと。だから、またこれだけだとね、なんですけど、野菜、食べてくれる野菜と混ぜて、これも一緒に、拍手拍手拍手っていう子だねって本当に褒めてあげたくなって、思わず完食しました。全部食べてくれた。最高ですよ。本当にね、いいことを思いついたと思うんで、これをね、ちょっと少しの間実践しようと思います。ではね、こんな風になっちゃうんだけどね、こんな風になった手をね、見ながら終わりにしたいと思います。またアイデアがあったら、それと、実際に何日か与えてみて、その結果は動画にしていきたいと思います。それでは、イグアナに野草を与えるパート2、これで終わりにします。最後までありがとうございました。失礼いたします。